はい、委員長号令。起立。委員長も少し寝不足みたいですね。最近は寝苦しい夜が続きます。でもしっかりと睡眠はとるように。いいですね、皆さん。はーい。サトシ君。さ、元気？元気だよ。他に用は？ないなら行くよ。昼休みは一人になりたいんだ。そっか。バイトが大変なんだよね。疲れてるから一人になって休みたいもんね。今日もなんでしょ？今日はどこで？
どこでもいいだろう。それに僕がどこで働くか、ミオンなら知ってることじゃないのかい？そうだよね。ごめん。要はそれで終わりかい？ごめん。あの監督がさ、また練習に来てほしいなって言ってたよ。伝言。監督にはもうチームは辞めたいって伝えたはずだよ。戻る気はないし。たまにはさ、体を動かして汗を流すのもいいと思うんだよ。ほら、スポーツっていろいろと。興味ない。なんで？どうして？バイトで忙しいから。わざわざ分かりきってることを聞くなよ。めんどくさい。違うよ。なんで私がここまで嫌われなくちゃならないの？自分の胸に聞けばいいじゃないか。自分の胸に？何を？私が何をしたの？分かんないよ、サトシ君。なんであんたがそういう目に遭うか理解できる？助けて、ニーニー。
んたが、そんなだから。泣きたければ泣けばいい。でもね、泣いたってね、何も解決しない。なんで泣くの？泣けば誰かが助けてくれるから。その助けてくれる人があんたの代わりにどれだけ傷ついてるかなんて想像もつかないでしょ。分かってるの？あんたの罪が。あんたなんかいなければいい。苦しいなら死ね。へそでも噛んで勝手に死んじゃえばいい。サトシ君まで苦しめるな。一人で苦しんで一人で勝手に死ね。お前なんか死んでしまえ。いじめないでなのです。サトコはかわいそうなのです。いじめてはダメなのです。かわいそうだから何をしても許されると思ってる？かわいそうだからサトシ君に寄りかかってもいいわけ？甘やかしてるんじゃないよ。こいつがどこまでも甘えてるからサトシ君が辛い思いをしなくちゃならないんだ。ダメ、ダメなのです。サトコをいじめちゃダメなのです。私はね、その甘えきったサトコの根性を教育してやってんだよ。邪魔しやがるとあんたの頭から叩き割るよ。大丈夫か、サトコ？どうしたんだよ、一体どうしてサトコが。
サトコが！私ね、何もしてないのに、何もしてないのに、ミオンさんが、ミオンさんが、どういうことだよミオン！どういうことって、私は…どこが何をしたよ！僕たちが何をしたよ！なんでいつもいじめられなきゃならないんだよ！さっき、サトシ君は私に、自分の胸に聞けって言ったよね。なら、サトコの胸に聞いてみりゃいいじゃない。何を！サトシ君だって、自分で認めてるんでしょ。サトコがあんたにべったり頼ってるから、サトシ君の重荷になってるんでしょ。サトコがもっとしっかりしてれば、サトシ君がこんなに大変な思いをすることなんてない。そいつが全ての元凶なの。こいつ、いい加減なこと言うんじゃない！サトシ君だってサトコを甘やかしすぎてるよ。あんたがそうやって際限なく甘やかすから、そいつはいつまで経ってもあんたにすがってばかりなんだよ。お前に僕たちの何がわかる、何がわかるってんだよ。父さんや母さんを村ぐるみで追い詰めて、散々いじめて、そして今度は僕たちか。それが、その崎家のやり方なんだろ！どこまでも、村の裏切り者をいじめ抜く！そんなに楽しいかよ！弱い者いじめが、そんなに楽しいかよ！もうやめて！サトシ君、もうやめてあげて。ミーちゃんに悪気はなかった。サトシ君の力になってあげたくて、その気持ちがちょっとずれて空回りしちゃっただけね。みーちゃんももうやめて。みーちゃんが誰よりもサトシ君のことを心配してるのは知ってる。だけれど、こんなやり方はそれの解決にはならない。そんなのちょっと落ち着いて考えればわかることだよね。ほら、サトコちゃんもお弁当箱を落としたくらいで泣くことはないよ。ね？落ち着いた？サトコ、僕がお弁当箱を拾ってあげますよ。みんな、片付けを手伝ってくれる？
もうすぐ先生がカレー菜園から戻ってくる頃だよ。これでもう喧嘩は終わったから、先生には余計なことは言わない。いいね。はい、サトシ君もミーちゃんも仲直りの握手。ほら、ごめん、こんなつもりじゃなかったのに。僕も悪かった。僕たちがいじめられてるのは大人の都合で、ミオンとは何も関係ないって知ってるはずなのに、ごめん。さあ、みーちゃんは次にさとこちゃんに謝る。はい。ただでさえ綿流しの直前でいろいろと忙しいってのに、シオンは話をさらにややこしくしてくれるな。ごめん。もう当分は入れ替わる機会はない。シオン、あんたちょっとは私の迷惑を考えてほしいな。それは、うん。さあ、もう一回機会があったとして、シオンはどうするの？お姉、
率直なところサトシ君は園崎家を恨んでるんだよね。だと思う。でもさ、だったらなんでなの？なんで今頃になってなの？え？なんで今頃になってこうなるの？それならそれならいっそ。サトシが大人だったからとしか言えないと思う。そんなのひどいよ。なんで、あいつはサトシ君の一家をいじめようって言い出したわけ？え？ダムに賛成したのはサトシ君の親でしょ？サトシ君が賛成していたわけじゃないでしょ？なんで一家丸ごといじめようって話になったの？どうしてよ！前にお姉はフルデの神主さんのことを和を乱すのは大人じゃないみたいなことを言いましたよね。つまりこれもそういうわけ。村中が団結しなきゃならない時に異を唱える北条家は大人じゃなかったと。だから制裁する必要があったと。そういうわけなんでしょ？なら制裁は北条の親だけで十分じゃない。本家の秘密部屋にでも連れ込んで指の一本も跳ねてやったらいい。でもそこまでで十分でしょ。サトシ君は関係ない。サトシ君には何の関係もない。サトシ君が何をしたっていうの？サトシ君に何の罪があるっていうの？答えてよ。答えてよ、ミヨン。ミヨン。はい。
ではよろしくお願いいたしますね。失礼いたします。シオンさん、いらっしゃるなら開けてください。弁当を買ってきました。やはり食事を取られていませんでしたか。別にお腹が空いてるわけじゃないし。ほら、お腹が鳴っている。食べた方がいいですよ。最近はばあさんがマークしてるんじゃなかったの？私のとこなんかに来て大丈夫なわけ？お涼さんは綿流しの打ち合わせなどでお忙しく、しおんさんのことまでは最近は頭が回らないようでしたので。クリームコロッケは好物ではありませんでしたか？うん、美味しいです。ありがとう。葛西は、うん、そういう悩みも年頃にしておくのは悪いもんじゃありませんよ。葛西、あんた全部知ってる？ミオンさんから少々力になってほしいと頼まれました。お姉か。ち、心配しておられましたよ、ミオンさん。北条さとし君の近況を知りたがっていると思いまして、少し情報を集めてきましたが、余計なお世話でしたか？余計なお世話です。でもせっかく集めてきた葛西の顔を立てるために、まあ一応聞いておきます。
北条鉄平が家を出たらしいです。沖ノ宮に実婚の関係の女性がいまして、そこへ転げ込んだようです。鉄平？誰？ああ、サトシ君の叔父か。家には叔母の北条玉江と北条サトシ、サト子の3人となりました。玉江は鉄平が別の女性のところへ逃げたのだと気づき、大層機嫌を悪くしたらしいですね。ってことはあれだ、ますます叔母のサト子いびりが加速して、サトシ君もそれのとばっちりでますますに苦労してるってことか。サトシ君の方は分かりませんが、サト子さんの方は近所でも噂になるくらい決して良くはない状況です。そのおばってなんとかならないの？憎き北条家の片割れなわけだから、その先本家で制裁しちゃおうって話にはなってないの？その先本家としては、北条夫妻の事故死で一応のけじめがついたので、北条関連では一切手を出すなと厳命が出ています。夫妻の事故死を疑う警察が北条家近辺を未だマークしているという噂がありますので。事故死はお社様のたたりってことになってるからね。神罰が下ったんならそれ以上は人間が下すまでもないってこと。笠井、今年のお社様のたたりの犠牲者は誰かってもう決まってるの？決めるのはばあさん？ならお姉は明日の犠牲者をもう知ってるってことになるな。どうなの笠井、何か聞かされてる？シオンさん、私はその件については一切聞かされていません。まあそりゃそうか。火災ごときの耳に本家の最高機密が入るわけもないか。そういうことです。少なくとも私の関係する界隈ではそういう話は降りてきていません。ですがご存知の通り、本家は裏の世界の方々に通じます。私にはその一部を垣間見ることも叶いません。チェ、今年の綿流しで叔母と里子が消えちまえばいいのにな。笠井、私は憂慮したよ。気を利かせてくれると嬉しいんですけど。シオンさん、ご冗談を。わーってるって。言ってみただけだって。
お姉、そこどこ？本家じゃない？あ、うん、公衆電話からかけてる。だから手短に話すよ。サトシから電話が来たんだよ。サトシ君が？お姉に？多分私にじゃないと思う。シオンにだと思う。サトシは先日の教室での件を謝りたがってるみたいだった。だからその電話はシオンが受けた方がいいと思って。サトシの電話は今ちょっと忙しいからすぐかけ直すって言って切ってあるの。だからシオンは今から私が言う電話番号に電話してあげて。うん、わかった。ありがとう。すぐに電話します。そうしてあげて。サトシは最近すごく追い詰められてるの。私の声はもう届かないみたいだけど、シオンの声ならひょっとすると届くかもしれないって何の根拠もなく思ってる。ありがとう、ミオ。じゃあね、シオン。工場です。サトシ君ですよね。さっきはごめん。もう時間は大丈夫なの？うん、全然平気です。謝ろうと思って。ううん、気にしないで。私だってサトシ君のことをよく理解しようともせず無神経だった。それよりサトシ君大丈夫？いろいろと大変なのに、サトコの誕生日プレゼントのためにアルバイトまでしてだいぶ追い詰められてるんじゃない？もうバイトはやめたよ。目標額のお金はなんとか
められたみたいだからね。そうなんだ。なら、もう体を無理させなくていいんですね。本当によかった。僕より、さとこの方が、辛い。さとこ、大変なことになっていますね。大丈夫なんですか？あれが大丈夫なように見えるのかよ。傷ついてボロボロで、みんな見捨てた。さとこ見捨てた。見捨てたつもりなんて。生きれる直前なんだ。だから遊ばせてやりたいんだ。え？遊ばせるって？ほら、明日は綿流しのお祭りじゃないか。さとこを祭りに連れ出してやってほしいんだ。それは構わないけど、どうして？さとこもいろいろと参ってる。たとえ一夜でもおばさんのいないところで羽を伸ばせたならきっと喜ぶと思うんだ。だからどうして？どうしてって、どうしてって、何がない？どうしてサトシ君が自分で連れて行ってあげないの？用事だよ。僕、明日はちょっとバイトの関係で用事があって、どうしても祭りには行けないんだ。ねえミオン、明日の夜だけサトコを頼めないかな？あれだけの暴言をぶつけて、それを謝るついでにこんなことを頼むなんて悪いことだとは思ってるけど、ミオンだけが頼りなんだ。
うん、わかった。明日の晩だけだよ。できたら明日の晩だけじゃなく、これからもずっとがいいな。何言ってるんですか。そんなの嫌です。明日だけですからね。ねえミオン、こんなことを話すときっと精神的に病んでるって思われるんで、本当は嫌なんだけど。ん？どうしたんですか？ミオンは信じないよね。何をですか？サトシ君、何の話ですか？親代様は確かほら、村を捨てて逃げ出そうとするとたたるでしょ。そういうことになってましたね。どうしたんです？突然村を捨てて逃げようとでもしてるんですか？もうそんな気はないんだ。もう。いいじゃないですか。もうそんな気がないのなら。あの、サトシ君、具合悪いの？ごめん。そういうわけじゃないんだ。サトシ君は少し頑張りすぎたから、いろいろ疲れてるんです。少し休んだ方がいいです。ミオン、最初の質問をもう一度するよ。ミオンは親代様のたたりって存在すると思うかい？たたりなんてあるわけないじゃないですか。変なことを聞いてごめん。ごめん。たたりだろうと、この村の何者かの陰謀だろうと、僕は絶対に消えない。消されない。消えないよ、サトシ君は。消えないよ。サトコに。
あのぬいぐるみを買ってやるまではね。もうすぐお給料がもらえることになってる。その日までは絶対に消えない。あ、おばさんが帰ってきたからもう切るよ。あ、うん。ミオン。何？変なこと頼んで